ザベストヒット83は1983年5月10日から同年9月27日までテレビ朝日系列局、他で放送されていたテレビ朝日制作の音楽番組である。放送時間は毎週火曜21時21時54分。毎週20位から1位までにランクインした曲をカウントダウンしていたランキング番組で毎回様々なアーティストたちが出演。 司会は小林克也とビートたけしと浅野優子が務めていた。基本的には赤坂プリンスホテルの大宴会場、クリスタルパレスからの生放送だったが、ごく稀に同会場が使用できない場合があり、その際には新高縄プリンスホテルにある同じ規模の会場を使って行われていた。百八十三年八月九日二十時十一時十八分には二時間スペシャルが、 放送された。当番組終了後、テレビ朝日では1986年にミュージックステーションが開始するまでの3年間、音楽番組がゴールデンタイムから消えることとなる。なお、エムステの特番で昭和の楽曲を扱う際に本番組の映像が資料映像として流用されることもある。本番組は当時日本テレビ系列とのクロスネット曲だったテレビ、新州と 山口放送でも放送されていた。一方で、案に加盟していても本番組を放送しないつぼねが、いくつかあった。当時日本テレビ系列とのクロスネット局だった、青森放送と山形放送は、同時間帯に、早うサスペンス劇場を放送していたために、未放送だった。また、当時富士テレビ系列とのクロスネット局だった、秋田テレビと新潟総合テレビとテレビ熊本、 当時日本テレビ系列及び富士テレビ系列との3、系列クロスネット局だったテレビ大分とテレビ、宮崎は同時間帯になるほど、ザワールドを放送していた。ただし、新潟総合テレビがある、新潟県では同年10月に開局した新潟テレビ21が開局前のサービス放送で最終回のみを放送した。ありがとうございます。